どうもアドベンチャー沖縄です。本日はですね、間もなく、延伸開業予定のユイレールの、京塚駅の近くに来ています。ユイレールは2019年10月1日那覇市から清水、京塚、浦添前田、手田子浦西の4駅を開業し 4.1 キロ延長します。浦添市内に初めて乗り入れます。ということで、まず最初の浦添市内、まず最初の駅、京塚駅に来てみました。京塚駅はですね、ちょっと夜遅くて見えないのですが、あちらの方向の石峰の方から上がってきて、この京塚、山陰京塚支店に行かない手前で右に曲がります。右に曲がってすぐあります。ユイレールの延伸工事に伴って道も作られました。石峰と京塚を結ぶ間にこのように白だというか道ができました。そして上の方には歩道橋ができています。この道もそのうち通れるようになり、大変便利になるようです。まあ、ということで京塚駅の真下に移動してみたいと思います。山陰京塚シティまではこの駅から歩いて7、8分ぐらいで行けます。そしてこの駅、浦添市に位置してるんですが、すぐそこの山の向こうは那覇市です。今私は、京塚駅、ちょっと見えにくいですが、京塚駅の真下に来ています。京塚駅はこんな感じなホームみたいです。島式のホームになっているようです。そして、連絡通路などは開業まで、残り10日を切ってあと数日しかないのですが、連絡通路等は完成しています。そしてまだ下の方が工事中で通行止めになっていて近づけないですね。舗装もいまいちされていないです。そしてエレベーター等は設置されています。エスカレーターも設置されていて、新駅のエスカレーターは、全駅2人乗りだそうです。なんかこのエスカレーター、またあと1個落ちたのか、途中で分岐する形になっていますね。いや、今までのユイレールの駅とはちょっと変わった感じになっています。駅周辺の道路は、歩道などは未だ整備中のようです。モノレールは走られるけど、周りのインフラはもうちょっと先かなって感じがしますね。こんな感じで仮設の歩道を歩いていて、反対側は歩道がない状態でした。ちょっと夜来たのでちょっと怖いですね。京塚駅にも普通にモノレールが入ってきます。開業数日前ということで、1ヶ月前からこの辺りも乗り入れて実践訓練をしているようです。
塔も完成しています、ね。すぐそこを行くと前田トンネルがあり、浦添前田駅につながるようです。玉城長君のお墓等があります。見えにくいですが、那覇方面に列車が出てきました。駅の方は電気もついています。ということで話は戻しまして、さらにここから先には京塚駅のすぐそこには前田トンネルがあります。上には玉城長君のお墓があって、まあ、有名な観光地になるようですね。そして何といってもトンネルの上を通るためか、横かな、支柱の幅がかなり高いです。高支柱になっています。ということで本日は、アドベンチャー沖縄が、あと数日で開業予定の、ユイレールの、新駅京塚駅を外から見学しに来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。開業楽しみですね。